続いて島根2区で立候補を表明しているのは自民党で前職の高見康弘氏、立憲民主党の新人大塚さと子氏、共産党の新人亀谷優子氏の3人です。高見康弘氏は出雲市出身の43歳、東京大学を卒業後、読売新聞の記者や海上自衛官などを経て、2015年に島根県議会議員に初当選。2021年に故竹下亘氏の後継として衆議院選で初当選し、今年1月から防衛大臣補佐官を務めています。島根の、所得を上げるということ、それから少子化対策、人口減少対策しっかり進めるということ、それから政治改革を進めるのも特に若手世代の責任だと思っています。2期目に向かってそのことを全力でこれから訴えていきたいと思っています。立憲民主党から立候補を表明した大塚さと子氏は東京都出身の57歳、今年4月に島根県に移住し、先月まで出雲市教育支援センターに勤務していました。長く専業主婦で家族を支えた経験などから、台所から日本を変えるをキャッチコピーに、教育と福祉の連携を訴えます。育児をしているうちに福祉、それから教育の連携の重要さに気づき、保護者、それから子どもたちのために何かこうしっかりとした政策であるとかシステムを作って、それを永続的につなげていくっていうことを、まず第一の政策として挙げていきたいと思います。共産党から立候補を表明している亀谷優子氏、兵庫県出身の38歳で、高知大学卒業後は大田市の牧場に勤務。2018年に大田市議会議員に初当選し、今年2月には早くも島根2区の公認候補として党本部の認定を受けていました。日本が戦争する国になっていくんじゃないかと、そういう不安がかなりありますので、若い人たちを絶対に戦場に送りたくないと、この先もずっと平和な国で居続けるために、やっぱり声を上げていく必要があるなと思いましたね。島根2区はこれまで自民党が議席を守り続けてきた保守王国、その牙城に新人がどこまで迫れるかが争点になりそうです。